ズーズーワンダーランド。さてやってきました、ズーズーワンダーランドの時間です。この時間は沖縄子どもの国に関する旬の情報をお届けする番組です。リスナーの皆様からのご意見疑問、動物たちの面白い情報、またや動物たちの質問もお待ちしております。メッセージの宛先は 761@fmkoza.jp です。また FM コザではユーストリームで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから簡単に見ることができますので、そちらからもお楽しみください。皆さんのコメントお待ちしております。さて、お相手は FM コザミミリと、今週は子供の国千秋とゴヤです、はい、よろしくお願いします。いや、ミミリさん、はい、のっけから何してるんですか。見逃さないですよ。すみません、またやって言いました。またはですよ。絶対見逃さない。もう僕はまあのミミリさんが噛むのはもう絶対見逃さない、はい、うん、またやって言いました。またや言いました。何ですかね。いやいやいや、この間そういえば、はい、ミミリさん忘年会お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。なんか子供の国のレストラン使っていただいて、はいはいはい、相当来てましたね。そうですね。何名ぐらい来てたんですか。総勢、ゲストさんは140名。140名、はい、スタッフ含め160名前後が。よく入りましたね。よく詰めましたね。よく詰めました。でもこうやっぱ12月となると忙しいので、うん、こう、あ、ごめんこの後あるからと言ってね、途中で帰られる方もこう入れ替わり立ち替わりでどうにか、ね、すごい声返したね。でもミミリさんも司会やって、ね、あのステージもあったり、はい、すごいもう楽しい忘年会でした。よかったです。本当に、はい、また来年もぜひ子供の国でお願いします。はい、本当にやりたいですね、うん、はい、ありがとうございます。それではこのコーナー参りましょう、はい、子供の国インフォメーション。このコーナーは動物園内でのイベントからワンダーミュージアム、チルドレンズセンター。またな。もういい加減に練習して。チルドレンズセンター。チルドレンズセンターの旬の情報を紹介するコーナーです。はい。はい。あれ何なんですかね。いやいや、もうこれもチルド。チルドレンズセンター。そうです。チルドレンズセンターってのはメガネ屋みたいじゃないですか。子供のメガネ屋みたいじゃないですか。チルドレンズセンター。チルドレン、はい、よかった言えた。よろしくお願いします。練習してください、本当に、はい、お願いしますよ、はい、さあじゃあやっていきましょうか、千秋。はい、うん、今日はね、もうまた、この千秋さんを呼んできましたんで、はい、もうこの子面白いんですよ、うんうん、でもハードルが、あの、いやいや、上げまくるよ、ハードル上げる上げるところも上げるんですよ。ねえ、まあ今日はワンダーミュージアムの千秋が来てますんで、はい、うんうん、ワンダー中心に、はい、紹介をしていきたいと思います。お願いします。ありがとうございます。今週はワンダーミュージアム何がありますか。そうですね、じゃあ明日から始まる、ワンダースノーですね、12月12日土曜日から28日月曜日までの毎日ですね、11時30分から、とあと14時30分から、うん、各回 5分程度なんですが、はいはい、ワンダーミュージアムの、 吹き抜けというんですかね、うんうん、中央の方から、はいはい、入り口入ってすぐの吹き抜けを、はい、そうです、はい、下の方でですね、地下2階の方で、うん、ワンダースノーが今年も降ります。ぜひ皆さんお楽しみにしてください。どんなのでしょう。でですね、クリスマスファンタジー期間、うん、12月23日から28日までに限りですね、回数が、通常でしたら2回だったんですけど、ファンタジー期間中この23日から28日に限り、回数が増えます、うん、16時40分と、18時40分、うん、19時40分も実施しています。これも各回、5分程度になっていますので、はい、お見逃しなくお願いします。はい、楽しみにしてください。いや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 、終わり。そうでしょ。で、千秋企画したんでしょこれ。すごい、まあそうです ね、どんなのなんでしょう。うん、
そうだな、うまくないんだけど、まあこの音楽に乗せて、うん、そのあのまた雪も降りますし、うん、粉雪がね、舞うんだよね。そうなんですね、はい、ミラーボールとかもついていて、でなんかこう無光と雪の雪と粉雪と光とがと音楽とと音楽がこう混ざって混ざってチャンプルいやいやクリスマスの夢じゃなくなるねチャンプルーと、はい、うん、まあ雪が、はい、ワンダーミュージアムに降る、降る、降るのっていう感じになるので、はい、楽しみにしていてください。これ本当に手のひらに乗ったりしたら溶けるんですか？はい、いや、うんうん、うっすらのゆっくり消えていくっていう感じなんですけど、はい、本当の雪ではないんですが、あ、はい、種明かししちゃうとあれなんだけど、はい、いやいやいやあのね、いや本当にもうあのとにかくこう幻想的な雰囲気が、はい、あの味わえますんで、もう素敵なあの時間になりますよね、うん、千秋ね、はい、もう楽しみにしててください、うん、はい、はい、うん、まあ、ました本物の雪じゃないんですけどって、うん、あの沖縄に雪降らないですか、ね、そうですよねいやでもその、感覚を味わえるんですよ。そうですね、沖縄の子供たち あんまりそういうの見たことないと思うんですけど、はい、こうで粉雪が本当にファーって舞います、ね、はいはい、まあ、あのテレビに落ちたらそれはペッてやる、ペッてやるんですか？ピッピッピッ、なんで落とすんですか？あげる役目でしょいやいや本当にあのね、はい、素敵な時間ですよこれは、ね、はい、うん、間違いない、スペシャルな時間が待ってますので、うんうん、ぜひよろしくお願いします、うん、はい、はい、他にはで、ちょっとこれ私のおすすめなんですが、オルゴール屋台、まあ、ゴヤさんも何回かこの、宣伝していただいて、うん、1回しかやってない、みんな知ってる方いらっしゃると思うんですけど、はい、このオルゴール屋台っていうのがあって、はい、あの皆さんが想像しているようなオルゴールではないんですよ、うんうん、ほうほう、皆さんが想像してるオルゴール、はいはい、まあ、みんなが思い浮かぶものはその小さなハンドルがあって、うん、まあ、ぐるぐるってこう回して音が鳴るみたいな、うんうんうん、まあ、そう思い浮かぶ小さなハンドルがあってぐるぐるぐるってなって、こういうぐる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 回して、はい、そうですね、うん、音が鳴るって思ってるかもしれないんですけど、はい、まあ、そこは一緒なんですけど、一緒かい、ハンドルが回るっていうのは一緒なんですけど、なんかこう中に鉄、うん、鉄っていうか、まあ、針金みたいなのがあって、まあ、弾かれてこれが音になりますよね普段、はいはい、でもこのオルゴール屋台、ワンダーミュージアムのオルゴール屋台のオルゴールは、はい、うん、実は紙でなるんです。紙だよ、はい、なんか皆さんイメージしにくいと思うんですけど、はい、この紙に、レシートみたいなすごい長いレシートじゃないんですけど、あ、まあ、長いようなもうちょっと厚いですかね、はいはいはい、これに、このトイレットペーパーみたいな、まあ、長いのがあるわけですよはいはい、はい、それに穴が開いていて、うんうん、でそれをこのオルゴール屋台に、あの手回しオルゴールの中にですね、うんうん、通すと、はい、通して回すと、はい、音が鳴るんですね。不思議だねこれ。本当にもう初めて私もワンダーに来て、うんうん、こんなものがあるんだってこの知ったんですけど、うんうん、ぜひこの音も柔らかくて、まあったかいあの音なの音色なのでうん、うん、ぜひあの子供たちに、たくさんの子供たちに、これを体感して聞いてもらいたいなと思います、うん、なるほどねあれ手回しオルゴールのいいところはまたあれなんだよね、こう曲を変えられるんだよね、まあ、そうです、ね、はい、こうさっき千秋が言ってたのトイレットペーパーをのこの紙を変えることによって音楽が変わる、トイレットペーパーみたいなやつ、ね、穴ぼかが開いてるやつもう見たらあーこれかって思うな、ね、じゃあ来てもらった方がいい、そうですね、うん、でいろんな曲がこう流れるわけよね。そうですね、この音色が本当に温かくて、ね、はい、で自分でこうこのテンポも調節できるからね、この回すことでね、すごい早く回してる子もいれば、ね、もう本当にこう感情を込めて回してる方もいますし、はい、いいな、なるほど、この姿を見てもいいなと思うので、うん、ぜひあの皆さんお願いします。クリスマスにちなんだ曲がこう流れるわけですね、はい、でもう一つおすすめがあって、はい、これも、まあ、あのごやさんが告知してたかもしれないんですけど、はい、不思議椅子っていうのがあって、あ
不思議です、はい、皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですが、うん、これ旧展示って前にあった、あのリニューアル前にあった展示の一、はい、つなんですね、はい、平成16年にできた展示ですね、はいはい、あの赤いあの、うん、大きな椅子と小さな椅子が用意されていて、はい、そこに座ると、うん、あの大きい椅子に座ると自分が小人になって映って、うん、あの見えたり、はい、あの小さい椅子に座ってみると、うんうん、この自分が巨人になったような、なるほど、そのなんか錯覚が、はい、これで不思議椅子っていう名前がついてるんですけど、はい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 、ぜひ皆さん、あのなんていうんですか、この年に1回しかもうやっぱり最近は出ないので、うん、あのこの時期しか味わえない、はい、そうですね、はい、ぜひあの写真など撮って、うん、写真スポットとしてもこうとっても人気ですからね、はい、ぜひお楽しみください。大きいてでもこれ本当にもうものすごい大きいですよ。そうですね、うん、シャレなぐらい大きいです本当にもう移動も結構大変な感じなんですけど、うんうん、はい、でも今回はまたあの不思議椅子の隣に、うん、あのプレゼントとか置いてこのクリスマスの雰囲気も出してますので、ぜひそちらもあの一緒に写真撮ってみてください。なるほど、はい、じゃあもうワンダーは今クリスマスムード一色ですね。はい、そうですね、また明日からショーも加わるっていうことで、ワンダースノーのショーが始まりますので、もっと盛り上げていこうと思ってますので、うん、よろしくお願いします。なるほど。はい。うん。はい。ワンダーは。はい、以上。あ、一応私のおすすめ、うん、こんな感じかなと思ってます。はい。渡すのおすすめ。渡すの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 おすすめというか。はい、母親東北なんですよ。僕そうなんですか。本当にそうです。岩手出身で、はい、たまにポロッと出ますね。あ、渡すのとか。はい、いやいや、そんなこといいんですけど。はい、はい、はい。まあまあ、あとクリスマスファンタジーもありますんでね。はい。まあ、すみません。まあ、この辺もおとといですか、うん、クーバさんの番組にも、ね、読んでもらって、はいはい、ちょこっと紹介もしたんですけども、うん、クリスマスファンタジー、はい、今前売り券絶賛発売中です、うん、県内の各コンビニエンスストアで販売してますんで、はい、12月23日から28日まで、今年もまた子供の国に、雪が降ると、はい、で、レーザースーパーオーロラアトラクションとか、非常にこう素晴らしいステージもいっぱいありますんで、うん、また雪の遊園地とかですね、本当に楽しめる、うん、クリスマスファンタジー今年も、実施しますんで、ぜひ、またホームページもあります、うん、詳しい内容はホームページをチェックしてもらえたらと思います。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。それではここでですね、1曲お届けしたいと思います。あ、曲あるんですか今日。はい雪にちなんでかなり喋りますよ。アシュラゲンでスノーメンをお送りしたいと思います。はい、
ズーズーワンダーランド、この時間は公益財団法人沖縄こどもの国の提供でお送りします。この時間はズーズーワンダーランドをお届けしております。引き続き、はい、あ何かしら、いや、自分の出番だったかな、出番だったかなと、ねえ、まあインフォメーションもね、はい、結構ありはいろいろありはするんですけども、はい、まあたまにはユンタクもね、そうですね、必要かなとね、はい、せっかく今日もう千秋連れてきたんで、うんうんうん、もうこの子面白いんですよ本当に、はい、どうしたらいいんですか、ね、困ってますけど、この間本当にでも才能あって、はい、うん、まあ、彼女は芸大出てて、アーティストなんで、自分でこう自分たちの作品も発表したり、はい、ね、絵も描くし、うんうんうん、映像も作るし、いろんなこうそういう作品も発表してるアーティストでもあるんですけど、はい、もう子供の国でも本当にもういろんな作品作って、もう本当に才能もすごい、発想がまずすごいですね、この子は、これは、うん、違う、怖い、うん、もうっていうかすごいっていうかもうね、もうぶっ飛んでるぶっ飛んでそうですよね、ちょっと我々一般人にはちょっと理解ができないぐらい、もうその枠をもうボーンとこう超えまくってるような、本当にぶっ飛んだ発想もありつつ、でその発想をまた形にする技術も持ってるんで、この子はまたすごいんですけども、これってどんな時に思いつくんですか、こう、いやもうひらめき、あ、なんかですね、もう苦しくて、はい、爆発します、苦しくて、なんていうんですかね、もう苦しくて爆発、あ、なんかもう、うん、迫ってきて、はい、もうクリスマス、例えば芸術はってやつ、もうそこまでいってるから爆発なんでしたっけそれ、まあ、なんか名言ありますね、まあ、それに近いのかもしれないですけ ど、まあ、みんなでこのいろいろ考えたり、はいはい、やったりする時とか、うん、もうやっぱりどうしていいんだかと思って、はい、こう爆発するような感じで出るんですねマイク向いて喋る、ごめんなさい目見て喋ってって言われてて、目見てきたから、はい、なるほどね、でもそうですね、クリスマスもなんか、うん、急にこの暑いクリスマスを過ごせたらいいかなと思って、うん、ワンダーミュージアムの中になんかサンバを踊る方が来たら楽しいなとか、何を言うの、そんな感じでいつも、はい、ね、もう切羽詰まって、はい、爆発して提案はしてみます、でもすごいですよ本当に、冬に子供の国でサンバ、うん、と思ったんですけどボツになってますけどまあまあいろいろね、まあ、こんなのも本当に可愛いもんですよ、はい、こんなもんじゃないですこんなもんじゃない、本当に、もうね、でもなんか話しててたらすぐやりますよね、あんたね。いやいや、そんな。本当に、いやいや、今話してて、無茶ぶりはしないですけど。いや、本当にこの子、僕が一番初めに会った時、前にも違う話したんですけど、はい、本当一番初めに会った時、衝撃だったんですけど、はい、全く面識もなかったんですよ。そうですね、入ったばっかりで。はい、で
でもあ新しい子が入ってるなと思って、うんうん、でたまたまこの日ちょっと駐車場が遠かったんで、うん、夜だったので、暗いからじゃあ送っていくよって言って、園内をこうカートで送っていったんですよ。たらもう初めて一回も喋ったことないんですよ。いきなりあの喋り出したことが、はい、私中学校の時にパチンコ屋でヤンキーに囲まれてってなんかそんな話をしだすんですなんだこいつと思って。いや違うんですよ、いやいや、ね、なんかこう喋らんといけんと思い出されたんですか。そうそうなんです、あの帰ろうとした時に、はいはい、あの子供の国の銅像みたいのがあるんですけど、はい、もうその前から動けなくなっちゃって、はい、もう誰かに助けを呼ばなければと思って、まあ、ゴヤさんが事務所にいらっしゃったので怖くて、あそうです怖くてでそれでもう誰か駐車場に、ね、はい、行く方いないですかっていう話をして、ゴヤさんが送ってくれるって言ってて、あじゃあもうありがとうございますって言って、うん、もう自分はもう沈黙のこの時間っていうのが耐えきれないんですよ、はい、で、そうかそうか、でなんか怖い、うん、怖い怖い怖いってずっとこの怖い声が続いてたので、はいはいはい、なんかあ怖いを辿っていったら中学校のヤンキーに囲まれたエピソードだったんだ。そうなんですよ、なるほど、まあ、囲まれたというか、はい、あのマーチングの練習をパチンコ屋 あの駐車場でやってた時にはい、はい、急にわーって声がして、はい、そこを見たら白い洋服を着た木刀を持った人たちがですね、はい、20か30どっち、まあ、もうすごい大人数で、グーチューにこう向かってこう走ってきてた、グーチューわーってこう挟まれそうな感じの、はいはい、もう大変でしたね。あの時のことをパッと思い出したんですよそれでゴヤさんにつながりで言ったんですけど、いきなりこんな話 されたもんですから、はい、この子、はいはい、あのどういう人っていうことも知らずに、はい、いきなり話し出すんで、もうものすごい戸惑ったんですよ。いやこの子すごいなと、うんうん、でいろんなの作品も見せてもらって、はい、すごいよね、あなたの作品もね。いやどんなですかね、うん、あの映像の作品とかす、あの絵も本当にやるんですけど、はいはい、絵とかもものすごい、すごい、いい、これどこかに行ったら見ることはできますか、うん、古典とかやる時、同期で一緒にゆい展っていうのをやってて、はいはい、まあ、その時にあゴヤさんとかあとみんな他の方も来てくれてっていうのあったんですけど、はい、そうですね、年に1回とか2年に1回とかなんですけどね、うん、まあ一応は、うん、一応はやる感じでまあまあね、こう子供の国これから、はい、ユニークな施設を作っていこうということでね、うん、市長も言っていて、うんうん、ね、ユニークな施設を作るときに、うん、ね、業者にお願いしてじゃあユニークな施設作ってくださいって作ったものがユニークな施設になるわけないので、はい、ね、やっぱりこうここで働いてる人たち、うんうん、ね、それをやっていく人たちがユニークじゃないと、はい、ね、ユニークな施設絶対できないと思うんですよ、うんうんうん、そういった意味ではね、こういうユニークな、超ユニークな人、ね、千秋ありがとうございます その辺ではもう本当にこの人のユニークさはすごいですよ。はい、でもいろんな本当にユニークな人たちいっぱいいるんですよ、うんうん、千秋は千秋でこういうユニークさを持っていて、はい、また違ったもう全然違うユニークさを持ってる人たちがいっぱいいて、うんうん、はい、それがまた集まって本当に大きな力になると思うんで、はい、ね、はい、うん、なんかでもなんか忘年会の話とかさっき言ったけど、なんか、うん、ちょっとみんなに聞いてみたい話があって、はいはい、素朴な疑問っていうかみんな どんな感じなのかなと思ってるんですけど、はいはい、じゃあミミリさんに聞いてみよう、はい、いいですか、なんかこう自分のことなんですけど、はい、例えば今もう年末ちょっと迫ってきて、うん、この忘年会される方もたくさんいると思うんですけど、はい、うんうんうん、その時よくビンゴとかあるじゃないですか、はい、その時にあ今日当たるなみたいな、自分当たるなっていう感覚がある時は絶対当たるんですよ。でなんかちょっとでもあれ今日厳しくないかなと思ってる時は当たらないんですね、うんうん、でそれが今回あって、子供の国ももうちょっと早いんですけど、うん、もう忘年会終えたんですが、はい、その時にビンゴ大会があって、うん、でなんか今日違うなって思ってたんですよ、はい、でそしたら隣の人にこのあもう空いてるよ空いてないよとかっていう話をした時に、はいはい、なんか千秋当たりそうみたいなこと言われて、うんうん、
ね、もう口に出すと当たらないって言っちゃうと当たらなくなるような気がして、はい、言いたくないですって言ったんですけど、はいはい、でも本当に当たらなくて、うん、なんかみんなそういうスピリチュアルじゃないですけど、はい、なんかあるのかなって。千秋、はい、あなた貯めてたエピソードこれ聞きたい、はい、ありがとうございます。それではここでメッセージが届いているので、ツイキャスの方でコメントを紹介したいと思います。おはようございます。水曜日のクーバさんの番組のツイキャスで携帯番号ダダ漏れでしたけど大丈夫でしたでしょうかね。僕のスタジオのツイキャスのマイクは私のお腹のギュルギュルも拾うから危険よということです。はいはい、じゃあもうあの電話ください。はい、そば食べに行きましょう。はい、いみちょうじさんからですね、はい、続いてもいみちょうさんから来てます。今年も私は富城から子供の国に娘と彼氏を送り届け、うん、夜2人をお迎えする予定です。ありがとうございます。お父さんはその日中に入らないで、うんって言われるので、うんうん、その間は FM 小座の外で寂しくスタジオを見て笑っているでしょう。あみちゃんさん、ありがとうございます。いいですね、そういうまた過ごし方も、はい、ちなみにチェキさんの方にも来てますよ。え、子供の国に千秋の占いの館を作りましょう。あ、いいですね。実はハマってるんです。あ、占い動物占いをみんなの子占って。あ、やってますね、あなたね。あ、あの人こんな子あって勝手に占って。はい、そんな感じで、うん、もうコメントありがとうございます。ありがとうございます、はい、もうエンディングとなってしまいました、早いですね。ズズワンダーランド、うん、この時間は公益財団法人沖縄子どもの国の提供でお送りしました。お相手はミミリーとジェイキと子どもの国小屋でした。また来週。バイバイ。